はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。ナショナルフラッグ、こちらやっていきましょう。クリア率が 3.84% と。なんか、コース説明文にさ、コメントをオンにしましょうって書いてあったね。よし、これでいいのかな？なるほどね。この旗の国はどこでしょうと、イングランド、USA、マレーシア、doesn't exist か、存在しませんと。いや、この旗は存在するでしょう。この旗はどっからどう見ても USA でしょうよ。OK、インドだね。イスラエル doesn't exist、ちょっと待って、サウジアラビアってことはこれか。よいしょ。多分これよね。OK。スイスかな、これは。パラオ、どうか言ってた。スイザーランド、これだ。これがスイスだね。よし。さて、これは中国かな？イラク違うね。チャイナは見えた。左から2番目、ソビエトじゃないな。ソビエトじゃないな。さて、これなんだっけ？ベルギーかな？ジャーマン、いや、ドイツじゃなかった気する。ベルギッシュ、ブラジル、ダズンテグジスト、多分これよな。よいしょ。さて、これでまあ合ってるっぽい。これなんだ？ネザーランド、ネザーランドってオランダだっけ？ジャパン違うな。香港わからんな。ダズンテグジ、これな気する。合ってた。これは？なんだ？バングラディッシュだ、これ。バングラディッシュだ、そうなんよ。日本にそっくりなんよな。サウジアラビア、ガーナ、違うな。バングラディッシュだな。よいしょ。これ。オッケー。さて、これ、アラブ首長、UAE、そう、アラブ首長、カタールじゃない、UAE、アラブ首長国連邦、ターキー、トルコじゃない。これだね。UAE ですと。さて、韓国だね、これは。ジャパン、パラオ、コリア、これペルーじゃなくてパラオかってことは。ここあれだね。日本にそっくりな国旗を集めた感じか。ここの選択肢。面白いな。よし。さて。何これ。なんか、これ国旗というよりもさ、なんかユニセフみたいな。なんか、国際団体にこういう旗ありそうじゃない？ガーナ。エジプトじゃない。ガーナも違ったはず。バチカンはね、なんか黄色っぽいやつのはず。これ存在しないと思うな。よし、オッケー。これは？ルクセンブルク。コードジボワール。ロシア、ルクセンブルクだわ、これ。ルクセンブルクって確かなんかオランダにそっくりなやつだっけ？これはなんだ？モンテネグロ、コードジボワール。ウクライナだ、これは。よし。さて、オッケー、ナイス、ありがとうございました。全問正解。もう俺ね、実はこれもう本邦初公開情報なんだけど、俺世界の国と名前4歳で覚えたからな。こういうの俺得意なの。いいね。改造コースやっていきましょう。イルクアーズカンプレアノンズプラットフォーマー。わからん。最後のプラットフォーマーしかわからんけどやっていこう。さて、セバさ、改造コースってどういう意味ですかっていう人が結構いたんで、ちょっと説明すると、もともとはね、改造マリオっていうのがあったんだよね。そう、確かなんだっけな。よいしょ、オッケー。スーファミのスーパーマリオワールドとか、そういうののデータをパソコン上に抜き取って、でそのデータを改ざんすることで自分のオリジナルコースが作れるっていう、まさにね、もうスーパーマリオメーカーの前身みたいな存在があって、そうで、その時の改造マリオってもう総じて鬼畜コースが多かったから、くそ。で、まあ、そのね、改造マリオっていうのがね、結構昔に海外ですごく YouTube の改造マリオの動画とかがバズったんだけど、改造マリオって掃除でね、鬼畜コースが多いんよな。よいしょ、オッケー。まあ、そういうこともあってね、そう、鬼畜コースイコール改造っていうのが海外で浸透しちゃって、そう、こういうね、なんか人気ランキングとても難しいにあるようなちょっぴり難しめのコースのことを改造コースっていうようになったんよねー。よいしょい、オッケー。まあ、そういうのが改造コースの由来です。これちょっとショート動画の60秒でちゃんと収まってるかな。オッケー、ありがとうございました。友風90秒、こちらやっていきましょう。クリア率が 0.09%、頑張っていこう。
よし、まずここでヒップドロップします。スピンします。オッケー。で、ここはジャンプをしちゃダメだったやつか。結構ね、こういう夜砂漠ってね、この追い風のスピード感のせいでね、かなり反射神経が要されるコースなんだよね、と。投げる、オッケー。で、くるっとして、はい、くるっと、オッケー。よし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 。次はどこ？次は。はい。Z、はい、オッケー。で、ヒップドロップします。ほい、ほい、やば、甲羅抜けた。しかもここ3段ジャンプか、マジか。もう無理よな。よし。Z して、で、はい、ヒップドロップ。1、2、3。オッケー、ナイス。で、くるっとくるっと投げて、Z。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。どう？で、次は、こっちくるっと。よし、オッケー。投げて、投げて、しゃがみジャンプくるりんか。いやー、これ、ここまでメット保持ね、了解。よし。で、ここ投げて、やばい。いける？ほっ！よし、OK！ とりあえずタイムロスはしたけど、ここまでメット保持で来れた。残りが60秒。まだ3分の2残ってんの。まだ3分の2残ってんのね。で、こっち。はい、はい、はい、ヒップドロップします。で、次どっち？あぶねー。よし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 。で、ここヒップドロップかな。よし。で、なんでよし、戻ってきたぞ。ここまでは特に目立った減速はないはず。減速っていうかタイムロスか。ヒップドロップして、で、ほっ！よし、危ねえ。で、これで、はい、ヒップドロップ。今度はしっかりパウ持って、投げて、オッケー。で、次は、はい、よし。で、どこ？くるっと、うわぁ、スピンしちゃった。ほい、オッケー。で、次どこだっけ？さっき俺どこで死んだ？あ、ここだ。ほっ！よし、危ない。で、次は、こっち！よし！次は、多分これ、右、右、右。よし。ここで投げるんじゃないわ。勝手にあれだと思った。この夜砂漠のタスじゃん。わかるかな、みんな。あれだと思い込んだな。よし。ここ、くる、くる。そして投げる。オッケー。これでどうよ？ほい。ほい。おー、よくできてる！すごいな。で、ここで、多分壁キック。よし。ひょっ！よし、危ねえ。よく反、よく今。よく今、よく今反応した！しゃがむんかい！しゃがむって書いてたね。ごめん。よし、戻ってきたぞ。ほい、よし。で、次どこだっけ？ここだ！この後、ほっ！くるっと！オッケー！よし、ナイス反応！ほっ！よし！で、なにこれ？なにこれ？うおー！すげえ！THX！ で、ここ土管入って、あ、で、これで、戻るんだ。そうだよね。そこで、思いっきりヒップドロップして、ヒップドロップして、で、多分これ最初のとこに戻るんだよね。そうだよね。そうだよね。そんな感じしたんよ。で、くるっと、オッケー。はい、ヒップドロップ、オッケー。もうすぐクリアが近いはず。はい、投げる、オッケー。で、次、くる、よし。はい、くる、よし、よし。で、ここ最後しゃがむ？最後？最後？残り6秒。最後？最後？最後だよね。最後だよね。うおーっしゃあー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 、嘘だろあーマジかクソ。よし、戻ってきたぞ。ここほいなあ。いやー、このタスジャン、さっき一発で成功した、マジ奇跡だったな。クソ。やべ。これね、タイムロスしたんだよな。残り4秒間に合うか、これ。マジで間に合うか。ほい！くる、くる！あぶねえ！よかったー。めっちゃ楽しかった。でもめっちゃ難かった。ありがとうございました。はい。というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。めっちゃギリギリ動画良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。